ワントゥーワントゥーワントゥー、こんにちは、石田家の窓第5回4月30日29日だよ29日朝です皆さんおはようございます。パーソナリティの上本一子です。喋り出しが遅いって言われたので思いっきり早くしてみましたが、どうでしょうか。では今日も元気に、連休初日ということでウキウキ気分でお送りしたいと思います。では今日のゲスト、ラッパー ECD さんです。こんにちは、 ECD です。こんにちは、ずっとファンでしたあと娘たち2人いますが、暮らしの方は、YouTube でアンパンマンを見ているので静かです。この静かのうちにやっちゃおうみたいなことを石田さんが言うので今やっています。はい、はい、ということで今日も、はい、久しぶりのラジオですが、今日はなんとスペシャルコーナー、あの噂の石田さんが言った東電前のシュプレヒコールが聞けるというね、シュプレヒコール、シュプレヒコール、シュプレヒコール、そうそうそう、シュプレヒコール知らない人もいるよ。まあシュプレヒコールっていうか、うん、あの呼びかけうんうんうん、まあ、そんなに長いもんじゃないので、うん、まあ、ちらっと、うん、あの流したいと思います。たまたま居合わせた、でも見に行ったんだって、あの曽我部圭一さんのローズレコードの、あのマネージャーの水上さんが撮っててくれましたの、送ってくださいました。はい、はい、じゃあちょっと聞いてみたいと思います。はい、すごい、ちょっとうるっときた別にそんな、そういうものでも、いや、そういうものでもないけど、いや、こんなんだったんだね。そうです、いや、ちょっとグッときた。なんか曽我部さんがさ、ツイートしてて、そんな、なんかなんて書いてたかな、なんて書いてたっけ、声を荒げることなくみたいな、そう、いや、どんなもんなのかなって思ってた。で、なんかこれ聞いた友達もすごい、なんか怒ってるわけでもなくって、なんていうんだ、すごい響くものがあったよみたいなこと言ってたの分かる気がする。怒ってんですよ。まあね、でも怒っても意味ないからね。そう、まあ、サトシ系でしょ、まあ、っていう、サトシっていうのとはまた違うんだけど、呼びかけ本当にね、うん、社員の人とかはね、本当もう辞めたいと思ってる人とか、こんななんか毎日毎日前でなんか人が騒いで文句言われて、もう辞めたいよっていう人だっていないのかなっていう気もするしね、まあそうは言っても生活が変わるだろうし、なんかでも
あれでしょ、東電に向かって喋りかけたのは石田さんだけなんでしょ。え、まあ他にもいると思うけど。ああそうなんだ、きっと、うん、その日が僕がそういう感じだっただけで、うん、へえ、ね、今週はだってあの、うん、福島からお百姓さんが350人来てとか、それはもうすごい怒ってたみたいだし、うんうん、やっぱりね、うん、ベコがそう、怒るべき人はちゃんと怒った方がいいと思います。そうね、うん、いや声を上げるのも怖かったんじゃないんですか。え、いや別に僕は声を上げるのは慣れてるので、うんうん、あそうですか、はい、いや守るべきものがあるじゃないですか、守るべきもののために声を上げるっていうことなんですけれど。そうそうですよ、だって警察とかいたでしょ。警察はねさすがにマイクアピールしてるぐらいで捕まえに来たりは、うん、そんなことはないから、うん、 うん、そこまでむちゃくちゃはしない。乱闘になるのが怖かったんだよね。まあまあね、うん、いや僕は、うん、まあ、前にサウンドデモ時とかの経験で、うん、やっぱり本当にいきなり、うん、あの将棋倒しするみたいにして警察が乱入してくることとかがあって、デモとかで、うん、でそのどさくさで逮捕してったりとかっていうやり方をするから、うんうん、何が起こるか分かんないっていうのはまあ行く前には思ってて、うんうん、まあそんなそういう雰囲気ではその日はなかったけど、でも例えばね、まあ、小競り合いとかはやっぱりそういうとこでも多分あるだろうし、うん、そういう時に警察とちょっとやり合ってるやつ見るとやっぱ中にそっちの味方にしたくなったりとかもするし、うんうん、その場にいるとね血が昇って、うん、皆さんでもあの気をつけて。あそうですね、今週もあの、うん、大きなデモが渋谷で明日30日あるんですけど、僕も行けないんですけど、本当にこれ聞いて私も行こうと思ってくれる人がいるといいなと思います、うん、今日は短いんですけど、あここまで、え後にかける曲がちょっと長いのですいませんが、自分の週、はいはい、申し訳ないです、はい、レコード買いすぎだよね今週ね。まあまあね、買いすぎだよ、はい、ではおしまい。ひどいな。連休うらやましいです。はい。はい。さよなら。うちは大変です連休。え、そうなの？大変でしょだって。ああ、休みないから。暮らしもいるしねうちにね。連休ねえからうち。では皆さん、はい。良きゴールデンウィークを。はい。じゃあ曲紹介します。早川義雄で花が咲いて。これジャックスのセカンドに入ってるバージョンとは違うやつを今日かけます。僕が一番好きなバージョンです。それではまた来週。また来週。石田さんこれ歌ってたよね前。You.
しで潰した時悲しい